イラクで活動する RQ-7RQ-7 シャドウ200はアメリカ陸軍とアメリカ海兵隊で採用されているアーイコーポレーション製の無人航空機である。1991年に初飛行しており RQ-6 アウトライダーの開発中止後も同じ用途の UAV を探していたアメリカ陸軍によって1999年に採用された。シャドウシステムは UAV4 機 地上誘導ステーション2機、発信用トレーラー及び支援用の車両と人員で構成されている。エンジンはガソリンエンジン単発。離陸は専用のカタパルトから射出する形で行われ、着陸には滑走路と空母艦載機のようなアレスティングギアを使用する。ジンバル搭載、デジタル安定、液体窒素冷却式の電子工学、赤外線カメラを搭載しており、 それにより撮影した映像を c ンドロースデータリンク経由で地上誘導ステーションにリアルタイムで送信できる。派生型として、翌服の延長やアビオニクスの改良などが行われた RQ-7B や機体が大型化されたシャドウ6 0 0などがある。将来的には資ンと用の機材を搭載することが予定されているほか、武装化の構想もあり、 ジェネラルダイナミクス製の 81mm 誘導迫撃砲弾や、ロッキード・マーティン製の、シャドウ砲ークレーザー誘導軽量滑空爆弾の投下実験を行っている。操縦及び整備を担当する兵士や民間人は、アリゾナ州フォートフューチューカのアメリカ陸軍、無人航空機システム訓練大隊,隊で教育されている。カタパルトから出される R9-7。ありがとうございます。